決めました。いろいろな音量を変更できます。聞こえますでしょうか、聞こえますでしょうか。ヨミ、参りますわ。ヨミですわ、聞こえまして。ヨミですわ、聞こえまして。もやしが1本、もやしが2本。決めましたわ。タイムイズマネー、時は金なりですわ。決めましたわ。皆さんの物語ですわ。やらは終わった感じだね。まったく、何なんだよあいつら。忍びの盆踊りを真面目にやる気はねえな。そうっすよね、きっとさゆり様はめっちゃ怒ってるっすよ。でも私たちとしてはダラダラと遊んでくれた方が助かるわ。その分時間が稼げるもの。カフルの言う通りだね。さっさと櫓を壊し合ってすぐに盆踊りが終わっちゃう。私たちの目的が果たせないって。うちちょっと思ったんすけど、うちらの目的さゆり様に話した方がいいんじゃないっすかね。もしかしたら協力してくれるかもっすよ。あのね、忘れちゃったわけ？里のみんなにも内緒にしてるんだよ、あのことは。それは分かってるっすよ、分かってるんすけど、なんだか嘘ついてるみたいで。難しいことは考えちゃダメだって。でも考えないでって言われても困るっす。頭の中がごちゃごちゃすると花火忍法が暴発しちゃう癖、なんとかなんないもんかね。またやっちゃったんすね。ごめんなさいっす。ほら花火お姉ちゃん、楽しいこと考えよ。頭を空っぽにするのよ。頭を空っぽってどうやってやるんすか。うち頭を使うのあんまり得意じゃないっすから。
いつものやって。じゃないと花火お姉ちゃんがまた爆発しちゃう。あれをやれっていうのか。たまにはカフルがやってくれよ。いつも私ばっかりじゃないか。だって蓮華お姉ちゃんの方がうまいし、私なんかじゃまだまだ無理だと思うの。そうか。頼りになるな。ほんと蓮華お姉ちゃんは頼りになる。で、提案ね。そこまで言うなら仕方ない。計算通り。では行くわよ。ポンポコリンポンポコリン、お腹をペロンとポンポコリン。蓮華お姉ちゃんの腹踊りは最高っすね。ポンポコリンポンポコリン、お股をペロンとポンポコリン。ドッカーンは回避できたね。どうよカフル、大したもんだろ私の踊りは。うん、本当にすごいと思う。私は死んでも外で腹踊りなんてできないし、したくないもん。なんだって。人の気配ですね。どうやら生き返った忍びたちみたいだな。やっぱうちらも戦わないとダメっすか。そりゃそうでしょ。出ないと忍びの盆踊りにならないし。どっちにしたって向かってくる連中に背を向けたら私が廃る。まあ何もしないと腕もなまるし、ここは一応ドカーンって言ってみるっすか。おりゃっき
楽勝っすね。今だったらいけそうだな。うん、そうね。じゃ、探しに行くか。時間はそんなにないし。こんなとこにいたのか。探したぞ。さゆり様。あ、違うす。うちは別に何も。花火お姉ちゃん、興奮しちゃダメ。ドッカンしちゃうって。忍びの棒踊りをする気がないみたいなんじゃ。だから少しカツを入れねばと思ってな。悪いが付き合ってくれるかい。もちろんです。はあ、なんとかうまくごまかせたが、さゆり様にも私たちの目的は秘密にしておかないと。やるっすよ。できないからここにいるのは間違いないの。そうですか。お前のじいさん、黒影のことかい？はい。ここに来てからというもの、ずっとおじい様の気配を感じているのです。で、黒影に会えたらどうする？もしおじい様に未練があるのなら、亡くなるまでここでずっと一緒に暮らしてもいいと思っています。できんようになるぞ。どういう意味ですか？言葉で説明するより体で覚えた方がいいわ。それがお前さんを探してたわけじゃ。おいで、三日倉三姉妹。はい。
いことするなら混ぜて混ぜて。おうおう、混ぜてやるわい。ただ痛いだけで済めばいいやの。Yeah!
ユミ、鎮魂の夢に沈めましょう。行儀、悪の誇りを舞い掲げるわ。龍馬、悪の誇りを舞い掲げちゃう。いざ聖火の宴に舞い散れ。Yeah.
備が負けるなんて。でもリョーナちゃんはだったから大満足だったよ。まあリョーナはともかく、迷いがある者の戦いはこんなもんじゃろ。迷い、リョービちゃんも何か迷ってるの？リョービは迷ってなんかない。ああ、リョービちゃんどこ行くの？待って。その顔じゃ忍びのモードに集中できそうにないね。だったら今からいいものを見せてやろうかの。まずは全員集合じゃ。揃ったところで甘っちょろい気分を吹き飛ばしてやるわい。技を覚えたわ。おかえりなさい。決めましたわ。いらっしゃいませ。銭にしますか？いくら入れますか？おみくじ上手かな？銭にしますか？コインにしますか？あやめのおすすめは、お金足りてませんよ。これにしますか？これにしますか？お買い上げありがとうございます。もう持ってるみたいですね。新商品が入荷したらお知らせしますね。どれにいたしましょう？決めましたわ。戦いの記録を残しておきましょう。記録いたします。